はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。さて、まあね、前回ね、ちょろっと、まあ、次回からなんか私がちょっとトーク番組的なことをやってみようじゃないかというような、そんな話をしてましたけれどもね、まあ実際始めようと思って、何のテーマがいいかなというふうにちょっと思ったわけなんですけれども、まあちょっとね、第1回目なんか何がねテーマがいいかなと思ったんですよね。だけど、まあ一番ね、最近ホットなね、話題というとですね、まあいわゆる、これいいテーマってわけじゃないんですけれどもね、まあ撮り鉄問題というのをちょっと取り上げてみようかなというふうに思いますね。撮り鉄問題、まあまあもうこれね、今に始まったことじゃなくてね、もうこの問題っていうのはもうこのずっとこのね、鉄道趣味の中では永遠に続くね、課題というかですね、まあ本当に昔からね、まあ撮影をね、してる人たちとかっていうのって何かしらね、トラブルが発生しているんですよね。まあ事故であったりとかね、まあお互いのね、こうな喧嘩のようになってしまったりとかしてね、罵声を浴びせ合うというようなことっていうのは別にね、今はね、始まったことじゃないんですけれども、ただまあね、最近ね、それがまあ結構ネット社会とかでね、どんどんね、SNS とかで拡散されたりとかするとね、まあそれをね、またテレビ会社とかがね、まあピックアップしてね、まあそれをね、流すというふうになると、ますますね、それがね、なんかもう撮り鉄がなんか最近すごいやばいぞとかっていうようなね、そんなね、流れになってますけれども、まあ別にね、これ、特に目新しいことじゃないですよね。まあ、それこそね、本当私が生まれるぐらいの頃、もっと前からですよね。もう蒸気機関車があった時代とかね、その蒸気を追いかけてとか言って、いう人たちがね、まあ結構いろいろ問題を起こしてたというような話は聞きますから、まあ別に今に始まった話じゃないんですけどもね。ただやっぱり、まあ結局ね、今はどんどんネットで拡散されてしまうっていうのがあって、まあそれがね、まあ悪事が、まあ要は悪事がね、まあ要はですね、比較的バレやすくなったというところがね、まあ最近のその撮り鉄問題としてなんかやたらとクローズアップされてますけれど、まあその一つの要因ではないかなというふうには思っております。まあとはいえね、やっぱりそのじゃあなんでそんなことになってしまうのかということですよね。まあ一番私がね、今日まあ撮影している中で一番近々の事件というと、まあ、広島電鉄の件ですかね。まあ、広島電鉄で、まあ、要はですね、まあ、古い車両ですかね、私も詳しく知らないんですけれども、古い車両が、まあ、要は走らせてですね、まあ、それに、まあ、撮影をすると、乗るというようなね、まあ、企画というか、ね、それを、まあ、イベントを企画したわけなんですけれども、まあ、要はですね、その古い車両が、まあ、駅でね、並んだ時に、まあ、要は撮影をしたいと。いうことで、まあ、要は、まあ、乗ってた、まあね、人ですよね、まあ、予約した人なんでしょうけれども、まあ、それがですね、まあ、列車を止めて、まあ、それで結局列車は4分間ぐらい停車したと。4分間停車したことでですね、まあ、踏切がずっと4分間開かなかったということで、まあまあ、非常に迷惑なことがあったというふうにして問題になったというのが、まあ、この広島電鉄の事件なんですけど、事件ですよね。まあなんですけどね、これはね、4分間を待てるか待てないかという話なんですけれども、まあこれはね、まあ人に言わせれば、例えばじゃあ小田急線のね、まあ新宿付近の踏切とか、ね、西武線とか、まあいろいろ踏切ありますけれども、まあね、その朝のね、ラッシュ時間帯に開かずのね、踏切になってると、4分どころじゃねえぞと。まあね、1時間とかね、下手するとね、最近はどうなのかな、まあ、最近は結構、列車のね、本数が減ったりとか、まあ、ね、コロナでね、あとはまあ結構高架化とか進んでるんで、まあ、そこまでね、そのなんか開かずの踏切になるっていうこともないのかもわかんないですけれども、まあそれでもね、本当に昔のね、本当に一番ひどい時とかだとね、1時間ぐらい開かなかったりなんて踏切結構あったんでね、まあそれから比べりゃね、4分なんて大したことねえじゃねえかよと。ねえ、まあ、広島、ね、こう言っちゃなんですけど、やっぱ東京とは、ね、比べればだいぶその人の数も少ないですからね、まあ、そんな4分ぐらい待てよ、まあ、っていうふうな、ね、そんな意見も、まあ、ありますけれども、でもやっぱり4分って結構長いですからね、ねえ、普段そんな開かないなんていうことがね、ない場所で4分間も待てって、もうこれ結構ね、大変なことだと思うんですよね。なんでね、まあ、あと私が思うに、これね、4分間開かなかったって言って、もしね、そこの踏切のところに緊急車両とか来てね、で、それでね、病院への搬送が遅れちゃったとか、ね、警察の到着が遅れたと
いうようなことがあったら誰が責任取るんだという話なんですけれども、まあ結局今回のその広島電鉄の件に関して言えば、まあこれはね、広島電鉄が謝罪してましたけれども、まあお客様がね、なんかそのお客様っていうのはその予約した人たちですよね、まあファンだと思うんですけれども、まあその人たちがですね、本来のその乗車する駅で、まあその列車に乗ると予定していたのにもかかわらず、まあその結局いなかったということでね、まあ運転士が多分まあね、気が動転したというか、あれどうしたんだろうということで、ちょっと確認を取ってると。まあそういう、まあ実際のところ言うと、結局予約した人たちっていうのはね、撮影するためにそのホームにいなかったと。それで、まあ列車を止めてしまったと。結果的にはそのね、鉄道そのファン、ね、その、まあ列車を予約した人たちが、まあいなかったということが大きな問題だったということなんですけれども、まあ広島電鉄もね、そのまあ予約した人がいなかったと言ったら、まあどうしようかなということで、何かあったんじゃないかということで、まあ一応親切心ということなんでしょうね。まあそれで、まあ結果的に4分間止まってしまったということなんですけれども、まあね、それでもね、やっぱりお客さんがね、まあいないからといっても、それで列車を4分間止めてね、周りに迷惑かかると。いうことは、まあ、必ずしも褒められたことではないと。で、実際そのね、別の車両とそのすれ違いがあったというところなんですけれども、まあ、その撮影のためにわざわざその停車位置をずらしたりとかね、なんかそういう、まあ、協力的なことをしていたと。まあ広島電鉄側としてはね、多分ね、まあすごい協力を、まあせっかくだからしようとね、少しでも楽しんでもらおうということでね、まあ今日一応協力をしたというふうには思うんですけれども、ちょっとこれね、まあそう考えちゃうとちょっと度が過ぎていたのかなというふうには思いますね。まあちなみにそもそもね、駅にね、まあその予約した人たちいなかったと言って、まあ4分間止めるのもどうかなと思いますよね。もういなかったらもうのね、乗る気がなかったというふうなことでね、まあ通過じゃないのという気はするんですけどね。まあちなみにこれ、まあ日本でね、まあこういうふうにまあ大きい問題になってしまったと。いうことでね、いろいろ報道されてますけれども、まあ同じような形で、まあ例えば臨時列車という形でね、まあ例えば予約しましたということがあったとしてもね、これ海外じゃ通用しないですよね。はい、もういなかったんで、さよならということで、そのまま、ね、発車してしまうという形になると思います。でね、まああとはね、まあ、ここ最近で言うと結構またこれもねどうかなと思うんですけれども、東京メトロでね、なんか脚立に乗ってるね、なんかね、あれなんかすごい悪名高い人だというような話もあります。その辺私もよくわかりませんけれどもね、そもそも駅でね脚立とかってこれね、ちょっとそれはねどうかなというふうに思うんですけれども、なんかねみんな三脚それから脚立ね、こういったものでね、まあ、ホームで撮影をするというような人たちが多いんですけれども、まあね、ちょっとこれはどうかと思いますよ。危ないですからね、そもそもね。でね、今回の件も、まあ、駅員さんがね、まあ、必死にね、抵抗して、まあ、その、要は、脚立でね、乗っかって撮影しようという、ね、暴挙をね、試みようとした輩をですね、まあ、駅員さんが止めたということで、その、まあ、取り鉄って言っていいんですかね、なんかね、そういうね、どうしようもないやつだったら、もうなんかそういうのに一括りにされるのもどうかと思うんですけれどもね、真面目にやってる人たくさんいるから、ね、そういう人たちからすれば、すごく迷惑だと思うんですけれども、まあ、結果的にそのね、どうしようもないやつがね、まあ、逆切れをしてね、お前ふざけんな、こらというようなことで、駅員につかみかかるというような、まあ、そういった話でなんですけれどもね、まあ、ちょっとね、最近のね、まあ、日本の、まあ、鉄道のね、特にその取り鉄と言われている人たちですよね、まあ、そういう人たちもね、ちょっと、まあ、皆さんね、ほとんど多くの人たちっていうのはね、まあ、ちゃんときちんとルールを守ってる中で撮影してると思うんですよ。まあ、お互いがね、気持ちよく撮影してね、まあ、それに何も問題なければね、別にこんな大騒ぎになることもないと思うんですよね。マナーはやっぱり守ってね、やるべきだと思うんですけれども、まあね、こうやって一人二人こういうね、ルールを守れないというどうしようもない、人たちがいるわけなんですけれども、まあね、それはやっぱり目立つんですよね。で、まあそれ、まあそういうのをね、最近はね、まあ、それこそそういう、で、携帯とかでね、動画を撮影して、で、ソーシャルネットワークにね、投稿すると。言うと、ますます、ああ、当日こんなことやってても最悪だよ、という形になっちゃうんですよね。で、まあ結局ね、私はね、結局その、
まあそういったね、鉄道が好きな人たち、鉄道ファンの人たちにまあ支えられてね、まあ私も仕事をしているという部分があるんで、やっぱりね、そんなじゃあ撮り鉄はもうなんだって言って、その私がそんな批判をするということもないです。ちゃんときちんとやってる人が大半だと思うんでね、そういう人たちはもっともっといろんなねところに撮り鉄していただいたりね、列車に乗ったり鉄道趣味をね楽しんでもらいたいというふうには思うんですけれども、まあでもそれでもね、やっぱりあんまりね、そういうちょっと目に余る行為があると、やっぱちょっとすごく残念な気がしますのでね、まあ、ちょっと本当これはね、そういうね、ことをしてる人たちってのは、まあ、多分反省もしないと思うんですよね。俺が何してんだ、うるせえ、俺がやってることだということで、まあ、私みたいなこういうことをね、言ってるその声ってのは一切届かないというふうには思うんですけれども、やっぱりちょっとこれ、いずれはね、ちゃんときちんとね、こういう人たちってのを取り締まるというかですね、まあ、我々多分ね、良識のある人たちがもう止めるしかないと思うんですよね。見てる人がね、私もそんなんいたら多分もう本当胸ぐらつかんでぶん殴るんじゃないかというふうに思いますけれども、まあそこまではね、まあしなくてもいいんですが、やっぱりね、ちょっとやめなさいというふうにね、言うしかないですよね。まあ自浄作用っていうふうに言ってもね、まあなかなかね、殴り合いの喧嘩に発展しかねないとか言うとやっぱり怖いですしね、やっぱりできればそういうことしたくないですけれども、でもやっぱりね、いずれね、こういうことが目に余るようになってくると、まあ結局撮影禁止になったら我々はね、もう本当に撮影ができなくなったらすごい悲しいじゃないですか。なんでね、まあできればね、まあそういうのもね、やめていただきたいなというふうには思います。まあね、ちなみにね、なんでそんなね、最近そういうふうに、まあ、どうしてそんな汚い言葉を使ったりとかしてね、なんか思うんですけどもね、理由がね、よくわかんないんですけども、でね、これもどうしてこれね、まあ、普段こういう人たちどういうね、生活してるのかなというふうに思うんですよね。なんか普段からこんな乱暴な、ね、言葉を使って話してるのかなというふうに思いますけど、多分それ違いますよね。多分集団心理とかで周りがみんなやってるから、なんだろうね、ちょっと汚い言葉使って罵声を浴びせてみようみたいな、なんかちょっとそういうノリなんじゃないかなって気がします。で、あとはもう結構ね、声聞いてると若いですよね。声聞きゃすぐ分かる、この声変わりしたてじゃないですけど、だから多分中学生か高校生ぐらいなのかなっていうふうに思うんですけれども、なんかね、だめやらーとかって声ね聞くだけで、ああこれ若えなーというふうに、こんなおじさんはね、思うわけなんですけれども、まあね、でもじゃあきっとね、学校でそのね、クラスでそんなふうな語り口調で言ってんのかって、多分それないでしょうね。多分たまたまそう言って、なんかちょっと調子に乗って生きちゃってるのかなっていうやつですよね。なんでね、まあそういうのもね、やめた方がいいと思うんですけどね、なんか自分たちで自分たちの首絞めてるという部分があるんで、なんかね、ちょっとでもそういうふうに思ってる人はね、どうかやめていただきたいというふうに思います。じゃあね、なんでね、若い子たちがね、そういうふうになるのかなというふうに思うんですけれども、まあ多分ね、まあこれもネット社会の弊害なのかなというふうに思うんですけれども、ね、ずっとインターネットばっかりやって、ツイッターばっかりやって、YouTube ばっかり見てっていうふうにしてるとね、やっぱりリアルなね、人間関係ってのは結構希薄なんじゃないかなというふうに思いますよね。やっぱり人との付き合い方が分かってないから、なんかね、そういうところ突然ちょっと調子に乗って生きちゃいましたみたいな、そういう人たちが多いのかなというふうには思ってます。ね、なんかでも残念ですよね。なんかね、そんなんじゃね、うまく人間関係保てないよ、彼女できないよっていうふうに思うんですけれども、まあそれは余計なお世話かなという気はするんですけれどもね、まあとにかく、まあ、そういうね、汚い言葉を使ってなんか周りをなんか威圧したところで何の得にもならないと思うので、まあね、それはね、お互いが気持ちよくね、撮影して気持ちよく趣味を楽しめるというふうにね、していくべきだと思うので、まあ、そこはね、よくよく考えてね、行動していただきたいなというふうには思います。まあね、ちなみにね、じゃあ日本ばっかりっていうけど、じゃあヨーロッパどうなんだよってね、まあ私、まあね、いつも出羽の神でね、ヨーロッパではっていつも出羽の神言ってますけれども、まあヨーロッパもね、別にないわけじゃないですよね。さすがに罵声を浴びせるとかっていうのはちょっとあんまり記憶にないですけどね、まあ
どうなんでしょうね、あんのかないのかよくわかんないですけど、そういうのは全く私は見たことないですし、まあお互いちゃんときちんと譲り合って撮影はしているというふうには思いますが、まあただね、例えば木の枝を伐採したとかっていうのはね、まあ聞きますよね。私の友達がね、なんかどっか有名な撮影地行った時にですね、まあ撮影しようかなと思ってカメラ出したらね、近所のね、おじさんやってきてね、おい、ここの枝を切ったのお前かって聞かれたって、いやいや、私は今日来たばっかりなんで知りませんって言ったら、そうか、ということだったらしいんですけれども、まあ、つまりね、木の枝を伐採するというようなことっていうのはね、まあ別に万国共通なのかなというふうに思います。まあね、本当は良くないんじゃないかなと思いますけれどもね、まあきっと撮影するのに邪魔だったんだろうなというところですよね。まあそういうのもね、やめていただきたいなというふうに思います。あとはね、まあ結構ね、線路の立ち入りって、でもね、これもね、まあ本当はね、もちろん当たり前ですよ。ルールとしては、まあ線路の立ち入っちゃいけないというのはあるんですけれども、まあ基本的にヨーロッパの場合ね、特に駅とかで停車しているときなんか、まあ結構線路の中に入って撮影している人もいますし、駅員もね、あんまりなんか止めるとかっていうようなこともそんなにないんですよね。まあでもこれはね、まあ全く文化とかね、そのなんだろうな、まあその許容範囲の違いっていうところなんで、まあじゃあね、私が例えば線路の中に入って撮影したとか言ったら、なんかそれをね、あいつは線路の中に入りやがってとかって言って、ね、通報したりとかっていうようなことを言われても困っちゃうんですけどね、やっぱりその国その国によって、まあ許容範囲とかですね、ルールってちょっと違うものがあるんで、ね、前もちょっと一例出しましたけど、じゃあね、タイのね、メイクロン線ってね、マーケットの中をそろそろ走っていくね、路線なんかの撮影とかって、じゃあどうすんだよという話で、ねえ、それをね、いきなり日本のルール持ち出してきて、お前線路立ち入りやがってとかっていうのはね、全くおかしな話なんで、まあね、その国その国、別の国行った時にはですね、まあその国のまあルールというかですね、まあある程度の許容範囲というものは、まあ自分の中でちゃんときちんとまあ判断というかですね、周りの様子を見て判断して、適宜そのルールに従ってやったらいいと思います。だからもし線路に入ってる人がいるんだったらね、まあ別にね、怒られない範囲で、やったらいいんじゃないかなというふうに私は思ってますけれども、まあね、日本も昔昭和の時代はね、線路に入って撮影とかっていう人ね、人たちもいましたから、まあそれがね、だんだんのやっぱり日本のね、社会ってのは結構厳しい社会ですのでね、だんだんできなくなってきたというのはあります。でそれはまあ他のね、ヨーロッパの国々なんかも同じなんで、まあね、いずれはなんかこっちもできなくなるかなというふうには思ってます。なんでね、まあとにかくね、まあ社会的なルールとかね、最低限のそのマナーというものはね、きちんと守った上で撮影を楽しんでほしいなというふうに思っております。